こんにちは。そっかじくの久保です。まあ、インターネット、主に YouTube を通信に活動を続けている私としてはね、いや、ここまで来たかと思ったんですよ。それはですね、YouTuber が国会議員になってしまったんですよね。え、それは今までもあったことはあるんですけども、特に今回はですね、半年前には誰一人日本人の方で知ってる人がいないぐらい無名な方だったんですよね。 まあもっと言うと裏社会の方と言ってみるいいかもしれません。なかなか日の目を見る立場の人ではなかったあ。そしてきっかけは詐欺事件ですよね。詐欺を犯して、その詐欺のお金を弁償するために YouTube 活動を始めて、そこで知名度、資金力を上げていったという個人活動から始まったんですよ。で、それがなんとですね、まああれよあれよというままに多くの人の共感を呼んで、 今回、国会議員になりました。いや、これはすごいことだなと思います。え、もちろんね、この、方に関しましては、まあ、いろんな思いが、渦巻いてるところだと思いますけども、まあ、少なくとも日本人の中で、この人を国会議員にしないと、やばいと思う人、もしくは、この人に国会議員をやってほしいという人がいたことは事実なんですよ。その他誠実に、真面目に、 国会議員になろうとした人がたくさんいたと思いますし、例えば日本第一党のね、えー、桜井誠さんとかってのは長い間政治活動してる方ですよ。でもそういう方を尻目に、あっという間に数ヶ月で無名なところから国会議員になったわけですよね。しかも、日本に全くいなかった人ですよ、これ。ドバイから活動して、今、この結果に結びついたわけです。 でもそういった中にも日本の国内に応援者がね著名人有名人有名,名 YouTuber 中心にどん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 増えていってもうこの世の中を風穴を開けてくれるのはこの人しかいないっていうふうに選ばれたのが今回の方だったんじゃないかなと思いますえ実はね今画像でずっとお見せしてますけども映像を撮ったんですよさっきところがですね放送の制限にかかってどうしてもアップロードできなかったんでこういった私の声だけにしてしかも こういう名詞は正当名を挙げずにのスクリーンショット1枚だけのね放送にさせてもらいましたあーなんでこういうね制限をかけるのかなと思っちゃいますよね本当に恐ろしいことですけども今回国会議員になられた方っていうのはあの何回もねツイッター、Twitter、がバンされたりとかね YouTube に制限かけられたりとかインスタグラムが閉鎖されたりとかなんかとんでもないことがさまざま起きているまさに言論をね、えー、封殺されてる人なんですよでもそういう方でも 最も言論が通じやすい国会という場にね、発言する場所を与えられたということで、これは時代が小さな変化を見せているんではないかなと。この小さな変化は、しかし大きな変化に変わっていくと思います。オリチも今日私ね、7月11日、YouTube のあらゆるペナルティが解除される日なんですよ。だからこそね、解除を踏みとどまらせるような、ちょっと動画はね、嫌だなと思ってこういう風な音声にさせてもらったんですけどもね。 さあこれかか。らどううなるんでしょうか芸能界の裏話だけではなくてそのまんま政治界そして楽天の裏話というふうに続いていくのかなと思いますもしかしたら私たちがこんな不利な人生を押し付けられているのにはある一部の特権階級の人やその特権にあぐらをかく人の陰謀があったのかもしれないですよね頼むぜという気持ちです